はい、皆さん、お久しぶりでございます。カーエクスストリートですけども、アップデートがですね、来ましたよということで、アップデート 1.3.0 ですね。オンラインのプライベートルームを作成して友達と一緒にプレイしよう。おールーム作成ができるようになったと。タイヤのプロファイルの高さを下げるストレッチタイヤで君のマシンの外観を向上させよう。3種類の新たなマシン AR8M90HS2 がパイロットを待っているぞと。新たなターボファンリム。クリスマスも終わり、パイロットの練習を。いや、時間かかりすぎでしょ時間かかりすぎでしょ。いつまでサンタスーツね、長かった、設定メニューからバグレポート送信。 34R&S134 の新たなボディキット 6つのスペシャルオファーということで、じゃあまずはですね、新たなマシンから見ていきましょうか。新たなボディキットが追加されたというですね、 S13 はもう普通のシルビア S13 なんで、まあこれちょっと持ってないんですけど、まあ課金のとこで見れるかなと思ってます。お、うわ、14万で買えるやん。まさかのシルバー。結構今ゴールドも溜まってるんですけど、シルバーで買える、めっちゃ嬉しい。ただまあちょっと足りないので、これはですね、ちょっとすぐにお金貯めて、次回買いたいと思います。うわー、いいね。 S2000 はやっぱかっこいいですね。はい、とこちらですよね。 M90 って書いてましたよね。300ゴールド M5 ですかね、これ多分 M5 と思うんですけど、 BMW ですね。はい、こちらがですね、 S2000 の課金バージョンですね。でもそんなになんかボディキットはついてない気がしますね。あれ、ちょっと待って、こんなんあったっけ、課金用の GR スープラ。このボディキットは何でしょう、リバティウォークか。リバティウォークこんな感じやったような気がするな。あれ、ちょっとこれなんか見た記憶ないですけどね。あー、これですね、 AR8、アウディの R。 うわ、後ろやば、後ろがえぐい、怖いね。ちょっとここまでむき出しになってると R8 ですね。まあこれは2640円ということで、まあ、買う人は、まあ、あんまりいないかなと思いますけど、一応これね、追加されております。じゃあ次はですね、R34 のボディキット見に行ってみましょう。ちょっと S13 はですね、課金バージョン、あの新しいやつはボディキットなかったですね。まあ僕はですね、スーパーシルエットが追加されたんじゃないかなと思ってるんですけど、あ、やっぱりそうや。うわー、いいやん、スーパーシルエットができる。うわー、ちょっとやりたいな、これ140、ちょっとやりたいよこれは。もうね、正直この今までのこのカラーリングもちょっと飽きてきたんですよ。でこれは普通に何にも買ってないんですよね。こういうのもちょっと買っても別にいいんですけど、あ、まあないんか、そもそも買えるフロントバンパーもこれだけなんですよね。ってなってくると、もうボディキット買い替えるしかなくなってくるんですけど、それやったら高いし、まあ、あんまかっこいいのがないなと思ってたんで置いてたんですよ。まあボメックスもないですからね。ボメックスあったらボメックス、まあ、つけてたんですけど、ボメックスなかったんで。で、カーエクスドリフトレーシング2の方にはこのスーパーシルエットのやろありましたけど、まあ、こっちなかなか来なかったんで、まあ、いつか来たらと思ってたんですけど、まあやっと来たんで、ちょっとこれね、でもゴールドなんで、まあこのまま車を買うか、これエアロ買ってしまうか、めっちゃ悩みますね。ただまあこの R34 はちょっとまだ戦闘力かなり低いので、まあここでちょっとスタイル評価ですね、スタイルの評価上げてもちょっともったいないかなっていう気はしますけども、ゲームの中の財布と、相談したいと思います。うわー、こうなってくるとね、 S13 の方も気になるんですけど、まあそっちはちょっと置いときましょう。で、次何やったっけ、スペシャルオファー。スペシャルオファーっていうのは結局新しいクラブではないですよね。僕もこれ、あのほとんどのクラブにも車置いてるんですよ。あと置けてないのどこやったかな。ちょっともうそれ構想もしてたんですけどね、ちょっと忘れちゃったんです。あ、でもまだあれか、21トライブとスピードラインシンジケートで、この コブラね、3つ置けてないか、3つ。まあ、これを全部置くことがですね、あ、っていうかシルバーとゴールドの稼ぎ方やったっけ。やってないぞやってないですね。シルバーの稼ぎ方、ゴールドの稼ぎ方やんの忘れてましたね。あ、
これは失礼いたしました。ちょっとまだどっかのタイミングで動画作りたいと思います。はい、ちょっとですねこのスタイリングショップで見るの忘れてたんですけど、新しいホイールがですね追加されてますよという、あこれかターボファン、これですね、これの多分右の方かな。うわちょっとでもこれはもう覚えてないんでどれが新しいかなっていうのはちょっと分かんないんですけど、ただまあこのホイールまあ多分買う人いないと思います。これはちょっとどういうコンセプトか分かんないですけど、これはねそんなに注目じゃないですね。あとタイヤですね、ストレッチタイヤ、あるな、ストレッチ、え何これ、 何が違うんだろう、レーシングかストレッチしかないな。もうこっちではグリップが変わらんようになったんか。あーなるほどね、ちょっとこれ分かりにくいんですけど、引っ張りタイヤになってますね。だからより辛い位置がやりやすくなるっていうタイヤですね。車高を下げてもタイヤがフェンダーに当たらないという感じですね。これほらね、こうタイヤ結構こう角が立ってますから、どうしても車高を下げるとフェンダーと、ね、タイヤが当たっちゃうんですけど、このストレッチタイヤを使えばそれがですね避けれますよという話です。まあもちろんねキャンバーとか、オフセットとか、まあ、そこら辺も調整はしてですね辛い位置決める必要があるんですけど、まあよりですねこの元のタイヤよりかはより角が取れて、車高をきれいに落とせるという話でございます。これはね結構ね重要ですね。っていうかもうほんまに、うん、分かってらっしゃる。まあでも僕としてはこのタイヤのですねタイヤレターをちょっとねこれいいタイヤ履くと絶対に出てきちゃうんで、まあありなしとかですね、このレターのその文字の色を変えるとかそういう機能をちょっと欲しいなと思うんですけど、まあレターがあってもね黒色にすれば目立たないんで、実質何も書いてないように見えるとも思いますし、まあ普通に白くしたりとか黄色くしたりとかあると思うんで、はい、ということで最後オンラインルームですね、ちょっと作ってみますか。うわーこれか、えプライベートルームの作成または入室っていうのがあって、まあ入室はですね、まあ、無料なんですけど作成は10ゴールドかかりますね。あほんで作成者が提供したパスワードを使って個室に入りましょう。あこれすごいな、これちょっとまたなんかライブみたいなのやりたいですね。まあ、ちょっと最近僕もライブの環境がいろいろ整ってきたので、ちょっとまたどっかのタイミング見てできたらやってみたいなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあちょっとですね、シルバー貯めて、すぐに S2000 ですねちょっとレビューしていきたいと思います。ということでよろしくお願いいたします。